このサービスはインパクトするまでのバックスイングが短いにもかかわらず、インパクトまでのスピードを速くすることによって回転を与えている。さらに同じフォームで球質の違ったサービスを出しているところが大きな特徴である。攻撃の第1球のボールとしてコース、回転、スピードを考え、3球目攻撃に結びつけているホンディンフォイ選手に注目しよう。其实我在两次联赛对我来讲非常重要，一个是在92年我刚进国家队一年以后，完了，蔡指导能够派我去瑞典打球，当时因为是瑞典是世界冠军的队，他们有最先进的技术、最先进的打法，那会儿我年龄也比较小，这样接受一些新的东西相对来讲快一点，所以那会儿是有5个月打了一个赛季，虽然当时输的比较多，但是。受益匪浅，而且回来以后在第二年的比赛中自己有一个比较大的进步。再一个就是95年打完天津市比赛以后去德国联赛打了一场，打了可能有10几场球吧，这10几场球应该说也非常的能够对我就是能够起到一些很好的一些启发，因为在中国来讲很难有这种比赛的机会，所以每个礼拜都有比赛，相对来讲提高你这个比赛的能力，还有你这个每一周之间那个训练能力也有很大的帮助，因为你上一周打完比赛，这一周一些根据自己上一周打的情况，一些弱点、一些优点，能够总结一下在这一周比赛中能够如何的运用自己的战术技术。所以说这两次联赛来讲，参加欧洲的比赛来讲，应该对我的到目前为止这个乒乓球生涯来讲非常重要的两次。今世界の卓球界をリードするエリート集団、中国ナショナルチームのエースとして活躍しているコン・リンホイ選手。6歳から卓球を始めて18歳で一躍世界の頂点に立った背景には、自分のプレースタイルを考えた戦術と古戦の理論に裏付けされた基本技術の高さが際立っていた。そして今もなお対戦する相手のスタイルにかかわらず勝利を積み重ねていく姿は、まさに完璧なオールラウンダーと呼ぶにふさわしいと言える。身長173センチ、日本選手の体格に近いコン・リンホイ選手のプレーから学び取れることは多いはずである。我想我个人最大的目标，因为在单打方面来讲，我现在只有奥运会没有拿到这个单打冠军，肯定是这个目标应该说对我来讲一直是追求的目标。但是世界比赛每一项来讲，包括其他的一些国际重要的比赛都有，对我来讲非常重要，所以会全力以赴的去拼。有信心不一定会赢，但没有信心一定会输。
コン・リンホイ選手が使っているバタフライのラケット、その製造工程の一部をこれからご覧いただきましょう。ラケットを開発するときに最も重要とされる打球感覚、コン・リンホイラケットではコン・リンホイ選手が小さい頃から慣れ親しんだ感覚を生かすためにラケットに使う木の材質とラケットの大きさが決め手になっています。ボールの感覚がダイレクトに伝わってくるグリップの部分は全てのプレイヤーが最もこだわる部分でもあるために、バタフライの熟練スタッフによって一枚一枚手作業によって慎重に取り付けられ仕上げの工程へと進んでいきます。